どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はマップ理解をするための5つのステップとなります。トラストを使っているとマップの理解はかなり大事なような気はします。連動が上がるにつれて考え方も変わりますからね。また射程が長くなるだけで有利ポジションが変わってくるので、定期的に見直すのは大事なことです。そこで今回はマップの理解を上げるために確認する方法と、その時に注意していることなどをステップ別でまとめていきます。マップ自体の攻略法ではなく、考え方の話を中心にまとめていきます。自分で理解できるようになった方がいいですからね。またトラスト視点で話を進めていきますが、基本的な考え方は一緒です。もともと単射程も使っていて同じ方法をしています。自分の武器に置き換えて考えてもらうといいかと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。マップの理解をする上で僕自身大事にしている感覚があります。それは対局と局所です。対局は物事の部分的な有利不利などのありさまを別として、全体を見渡した場合の状況。局所は全体の中で今着目するある部分となります。要は全体感的な視点と部分的な視点が必要ということです。またがい放水路でこの2つの感覚で考えてみたいと思います。対局で考えた場合は全体的に視界が悪く攻めづらいマップとなります。局所の場合は場所ごとによるが、長射程の攻撃が届きにくい、潜伏がしやすい場所という感じです。対局はあくまで全体のイメージですね。局所はそこから詳細に場所だけを考えることになります。ここで気づくかもしれないんですが、対局はマップ自体のイメージになります。局所は攻めや防衛の時のポジションになります。こうやって分けると、局所の部分だけを考えた時にマップのイメージ抜きで考えることができるんですよね。これが対局と局所を使った僕なりのマップの理解になります。マップ自体に得意不得意が少ないのもこれですね。個人的にこの感覚はマップに対しての偏見を持たずに見ることができる感覚だと思ってます。偏見があるとどうしても思考が偏りがちになりますからね。何事も理解するときに偏見は邪魔になるので大事な感覚です。今回はこの感覚について説明しましたが、いきなり感覚を持てと言っても無理な話だと思いますので、次から紹介することはその感覚を抜きとして考えられるようにする方法を順番に話していきたいと思います。まあ、あくまでこういう感覚のもとやってますよというのが紹介がステップ1ですね、となりますので、よろしくお願いします。まず最初にやるべきこととしては、場面を切り分けて考えることだと思います。この場面の切り分けですが、2つのシーンに分けて考えていきます。それは攻めと守りです。僕らの試合の中で必ず起きる2つの行動ですね。まずはこれくらいざっくりでいいと思います。他に考えるとしたら、スペの要素や移動時間なども考えてます。ですが今回は抜きでいきます。ちょっとごちゃごちゃしますからね。で、攻めと守りを分ける理由なんですが、足場の状況や敵の位置が大きく変わるからです。これによりポジションが大きく変わりますね。攻めるときには必ず取らないといけない場所、注意する場所が存在します。ですが守るときにそのポジションが必要かと言われると、そうではない時もあります。攻めと守りでこれだけポジションの意味が変わってくるんですよね。よく言われる強いポジションっていうのがありますが、取ったら勝てるみたいなこと言われますよね。でもそれは攻めと守りどっちの話なのかっていうのが重要なところです。どっちでも取れば勝てるっていうわけではないですね。このポジションは攻めの時は有利だけど守る時は危険というように、一方向からではなく2つ以上の視点から見る必要があります。そのため今回は攻めと守りで分けたわけです。まあ、これをやっていくためにもこの場面の切り分けて考えることが大事になります。これに関しては実際に経験しやすいことなのでイメージがしやすいと思います。とりあえず分けてみましょう。分けることができたら、次はメリットとデメリットで考えるようにします。メリットとデメリットを考える理由は、これから立てる仮説の精度を上げるためとなります。マップの理解をするというのが仮説が大事ですからね。そのためにも自分が考えれるメリットとデメリットは重要です。まずメリットの使い方ですが、自分視点を中心に考えます。
トラストなら攻撃が届く、爆発矢を置きやすい、一角が狙える、こんな感じで大丈夫です。これをさらに考えるなら、次の移動がしやすいことや乗りのしやすさというのもメリットに入ってきます。とりあえず自分が理想の動きを考えてみるといいですね。トラストなら長射程の攻撃が届かないというのも一つのメリットです。一方的に攻撃ができるっていうところですからね。要は全てうまくいった時の想定です。ではデメリットの使い方ですが、主に相手視点から考えます。長射程から攻撃が届く、敵から常に視野に入りやすい、サブで邪魔ができるなどたくさんあります。デメリットについてはなるべく多い方がいいです。なんなら本当に攻撃が届くか確認した方が精度が上がります。要はそのポジションを取った時にどういった攻められ方やられ方をするのか想定をするというところになります。この2つを総合的に考えてポジションの良し悪しを考えていきます。個人的には攻めの気持ちで決断していいと思います。例えばメリットで長射程の攻撃が届かない、デメリットは局射でしか攻撃ができないとします。こうなった場合、こちらが一方的に攻撃ができる可能性があるので有利に立てるという仮説が立てれます。ただこの時に守りの姿勢だと攻撃が当てれないのでやめようとなってしまいます。いいところが全部潰れてしまうんですよね。このように守りの姿勢ばかりだとメリットとデメリットの判断の意味がなくなります。このゲームどうやっても最終的にはどの武器でもキルをすることが重要となります。キルをするというのは強気で攻めの姿勢です。できる想定で考えるようにして決断することが大事になります。それではメリットとデメリットで仮説ができましたので次に行きます。次は行動の展開まで考えるです。ここでもう一度マップの捜索を行います。先ほどまで行っていたマップ探索はデータ収集のためですね。攻撃が届くかとかそういったことが多いです。考えをもとに実際にマップで行動に起こすとより実践に近いイメージが湧きやすくなると思います。これが大事で、今まで一方向からしか見えてなかった違いを予想するようになります。敵に攻められたらどう逃げようか、有利になったらどう次動くのか、行動の展開が出てきます。これはマップをただ探索するだけでは出てこない考えになります。仮説を立てて想像したからですね。個人的にはここが一番大事だと思っていて、各ポジションのメリットとデメリットが点ならこの展開は線になります。 A のポジションは長射程が攻撃できない分人数有利を取ると攻めやすい、 B のポジションは人数有利なら抑えられる場所という理解をしていた時に、この A と B がつながるわけです。前に出るのが早いとか次はここを取るべきとかはこの積み重ねになります。これにより行動の展開まで考えれるようになります。行動の展開は慣れてくれば考えることはすぐできますので、ここまでの手順を繰り返してもらえるといいかと思います。それでは最後ですが、最終的に大事なのは実践と反省をすることです。この実践は X マッチやバンカラマッチで試すようにしてください。理由は状況の変化が多いからです。ここまで話してきたことや考えてきたことは全て仮説となります。この仮説ですが必ず検証が必要です。縄張りが悪いというわけではないですが、勝つとなると状況の変化に対応できる能力も必要になるので、ガチマをおすすめしてます。また反省については都度どうだったか確認をするようにしてください。ただそれはその考え方が悪かったどうか判断するのではなく、何がうまくいかなかったのかを考えるようにしましょう。理由としてはこれはあくまで仮説を試してるのであって一定時間試す必要があるからです。 1,2 回の失敗では意味がないですからね。でこれ大事なんですけど、新しい仮説を立てると1回負けただけで間違っていたと思ってしまいます。ですが実際は10回中8回勝ってたとなったらどうでしょうか。そのうちのただの2回負けなんですよね。そうなった場合その仮説は良かった可能性があります。もちろん逆もありますね。早い決断はいい仮説を潰しかねないので、辛いですが反省と決断は別にするべきだと思います。ここがよく分かっていないと
一回考えたのにまた変えて、考えたのにまた変えてっていうことで、少ない回数でぐるぐる回すので何をしても勝てないっていうジレンマに陥ってしまいます。なので気をつけましょう。ちなみに個人的に決断するなら10戦前後は試した方がいいかなと思います。正直もっと必要かなと思いますが、時間がないので、回転数を上げる上でも、10回ぐらい、10回に1回は振り返るっていうことはした方がいいかなと思いますね。はい、ということで今回はここまでとなります。アプリ会をするための5つのステップはいかがでしたでしょうか。今回はいつもより長めになってしまいましたが、それだけマップの理解は大事なのが伝わってもらえると嬉しいなと思います。マップの理解といっても上手い人のポジションを真似るだけでもいいかなと思いますが、その理由までっていうのは必ずわからないですよね。長期的な目で見たとき改善が自分でできるようになりますし、オリジナルの立ち回りもできるので活用してもらえると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。